そんなかったら、なんかちょっと言おうかなと思ってたことあったんですけど。何言って。タップっていうより振り付けなんですけど、振り付け、あのシングシングシングのこれ、これってどうやったらかっこよくなるんですか、っていうかモチーフが何かが分かんなくて、あの皆さん結構こう手の形がいろいろ変わっちゃった。あ、これ、これプッティンとかでもありますよね、これ確か。いろいろあります。こういうスタイルもあるし、こういうスタイルもあるし、なんかね、これは何が元か俺もわかんない。わかんない。あ、でも多分ダンスにこういう動きがある、ボブ・フォッシーだと思う。ボブ・フォッシー、こういう歩き方になってたのはボブ・フォッシーから流行り出したって言った方がいいのかな。ちょっとごめんね、ちゃんとしたあれじゃないけど、うん、なんかこう洗濯物に釣られるみたいな感じでこうなっちゃうんですねでもあのツイストだ、みんな手に着目するからできない。手をやってんじゃなくて、ここのツイストに、こういう手を、手が動い、手をこうやってるんじゃなくて、ここのツイストよ、ここをこうやって振ってる、ここが問題。こういう流れで、こういう流れで、ああ確かに足がこう動いてるのは最近気づきました。こういう流れで出る。でそれを細かくやるから、こうやって書いてるみたいになる。それの、ストンと落とすと、そうそう、ストンと落とすとこういう上下運動みたいなツイストになって、脇を開いて肘で引っ掛けるとここが揺れる、こういう運動の、いつも言ってる、こうなってる。へえ。このツイスト運動の肘が引っ掛かってると横にこうやって振ってるように見えて、でもこれをこうやってやっちゃうと変になるって、こう、なんていうの、流れがなくなっちゃうから。だから基本的にはこういうツイスト運動、こういうツイスト運動を肘を引っ掛けてやるとこうなるでしょ。肘を引っ掛けないとこう落ちるでしょ。流れとしてはそういう。で、その、なんか自分のバランスでやる。だから逆に言うと、サササはここら辺のボディバランスだから、ここでこうツイスト引っ掛けてこうやってやった方が、まあ、こっちや、俺らは腰もボディバランスだから、どっちかというとこっち側の背部になっていく。それすごい難しいなと思って。だからこのこっち側で動いてる。あ、じゃあこれ違っててもツイストって一致してれば大丈夫。そうだから下のツイストをやってるか上のツイストをやってるかで、肘を引っ掛けてるか、こう腰を引っ掛けてるかが変わるんだと思う。そうなんだ。やらせる方がある。ちなみに今これマイクは入ってるんですかね。これ入ってる、入ってます確かに西さんだね。そう、教える上で、あれ、いや、なんか全然違う形になってるけど、あれどうなんだろうみたいな感じのことがいろいろあって、どう教えたらいいか困るんですよ。こうやる人ほど 上に高いはず、これ高いはず、高いところで入ってくるはず、それは ここを振ってると、こう振ってて、で、肘を引っ掛けるからこうなるんだと。マイク入ってます、ありがとうございますで、こういう運動は腰を振ってると思っていい。足のツイストが強いってことね。肩は振ってないわけじゃない。シェイク。そっか、その辺の動きを覚えないといけないかな。こうなっていくと、ね、これがこう上に上がっていって、こうなっていくと、ね、日本で行くと勝ち足とかよさこいとかあれこうだと思っちゃうと、なんてしちゃう、こういうツイスト運動で入っていって八の字を変えてるように、カチャンカチャンカチャンから、あ、すげえ疲れるケースだよ、しかもめちゃくちゃ疲れる。でこうやって止めて、いやー、マジか、これ腹筋きつい。そう大変なの、あんなさ、あの、加藤忠さんがやってたさ、はいはいはい、ハワイのやつ、すごかったよね、安定感一緒だ、構造としては一緒ってことね。
人間が、ね、できる動きだから。僕1時間半2時間やってるとかって言ってもやばいですね。やばいです。で休憩中に筋トレしてる。そう休憩だっつってな。若い子たちをやってるっつって、ね、はい、ありがとうございます。はい、大丈夫かな。